ザース、ミネットです。ティアーズ・オブ・ザ・キングダム実況続きやっていきますか。リンク、足が埋まっとるかな。前回までのあらすじなんやけど、ここ、四地方の異変調査の一つ目のところを攻略するためにここまで来た。以上、そこからのストーリーとなっています。やっていきましょう。なんだろうな、これ。砂亀に。俺さ、ジャンプするに一票入れとくけど、どう思う？サバサーバー、どうした見慣れぬ青年よ。我が輩たちは世界初のゲルド族公認になる予定の男性ボーイキャラバン隊。女性だけじゃないのあそこって、ゲルド族って。青年もゲルドの町に行きたいのかね。ゲルドの町？ゲルドの町はここをまっすぐ行ったところにある。ゲルド族のゲルド族によるゲルド族のみの町。つまり我々にとって、ユートピアなんだ。隊長、声がでかいですよ。ゲルド族の皆さんの心象が悪くなったらどうするんですか、うん、すまんロブスターつい。まあというわけでだな、ゲルドの町は男子禁制の掟があって男性は入れるのだが、入れぬと言われたら入りたくなるのが世の道理、うん、本当は砂人の中颯爽と彼女たちを助けボーイキャラマン隊の好感度を上げる策だったが、砂人の中には視界にも頼れない上にコンパスも狂う始末で、我が輩たちはまっすぐ進むことすら無理だったんで、それは諦め。とりあえず今はこのオアシスを守りつつ、彼女たちの懐に入ろうと狙ってるというわけだ。ボーイ、キャラバン隊。我が輩たちはゲルドの町との交易を夢見る商人仲間なんだ。ちなみに、ボーイっていうのはゲルド語で男を指す言葉だ。このぐらい知っておかないとゲルド族の皆さんに受け入れてもらえないぞ。我々はどうにかゲルド族に取り入れようと、長年ここに座り、やっと少しばかりの信用を勝ち取ることに成功し、この西門の見張りを手伝わせてもらえるまでになったんだ。それまで門番の槍を頬をかすめたこと数知れず、旅人にすら編集者に間違われたこともあったな。あんまりいい奴らではないのかもしれない。まあでも心意気はよし。きっとこういうことやんね。あ。待って、どこまで行ける？どこまで行けるやろ。結構上がれる？あ、結構上がれるな。お前は何も見えへん。何も見えない。カラカラバザールまで来ました。まあ、カラカラバザールから順番に見ていきます。うん、何これ？チューチューゼリーとか売ってんの？犬屋とか欲しいけどな。ご信用にどうだい？待ってな。確かね、防具屋さんはここにはなかった気がする。ブレス・オブ・ザ・ワイルドでは、ここに防具が売ってなくって、こっちの方じゃないと売ってなかったはずなんやけど、結局こっちの方も、ブレス・オブ・ザ・ワイルドでは、合言葉みたいなのが必要やってんか。どうなんやろ。とりあえず宝物取ろうか。うえ。取ることに躊躇はない。なんかありますな。うえ。開け。ゲルドの弓。撫でて撫でてってしてる。うわー、これ猫派なんすよね。じゃあ、ゲルドのところ向かっていこっか。ただ多分やけど、ゲルドのところに向かっても男子禁制やから、もう無理だねって言われるのが、まあ、オチかなって思いつつ、でも行かざるを得ないよね。行ってみますか。これに巻き込まれながら行く？せっかくやし。これマジで地図狂うんやな。いや、すごっ。なんも見えへん。マジでなんも見えへん。そういうことか。これは狂うな。なんじゃお前は。こいつは何者だ？強い。攻撃が本当に食らってるのかわからない。いや、多分やけど、いや強っ。 OK、 待ってよ、なんやこいつの強さは。一体どこから来る強さなんや。これでもやられるな。体力足りひんな。ドナウニウムの剣が壊れた。ほんなら次の剣、旅人の両手剣使おう。なんか弱点あるはず。なんか弱点がある。これ
なんかあるぞこいつには。なんやろ。来た、ようやくラッシュ来た。でも兵士の剣が多分途中で壊れる、壊れるよな。せっかくいいタイミングでラッシュが入ったのに。危な、ラッシュがなかなか入らへんな。やべ、一回でもミスった時のデメリットがでかすぎるなこいつ。でも多分手に入るものは相当レアなはず。また壊れるぞこれ途中で、ラッシュの途中で。あ、ギリいけた。ついでに壊すとこか。これ何が手に入った？ギブドの骨。ギブドの骨。スクラビルドの攻撃力が上がるってこと？それだけなの？やばー、こいつら普通のモブキャラやぞ。でやろ。しかも地図見えへんからさ、帰りようがないねんな、もう。うわー、どうしよっか。これだいぶピンチやね。なんか方法あんのかな。つまり迷子になりながら行くしかないんかな。でも位置的には多分こっちで合ってると思うねんか。砂漠を抜けた先に何かがある。あれちゃう？違うわ。いや、こっちの方やと思うねんけどなぁ。おい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 、ちょっと待て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 。え、キラキラ光ってる。あ、来た。いや、違う。違うな。北ギルド遺跡。は？はぁか。何？ちょっと待って、こんなんしてる場合じゃないって。どこやねん。誰誰誰、あこの人って。あの勇者の妹さん、娘さん的な。当たらぬな。このままではまた皆を守れぬ。こんにちは、お久しぶりです。うわ、驚いたな。このような場所で会うとは。ルージュ、いや会ったことあるぞ。ブレスオブザワイルドで会ってなかったっけ。いつも突然やってくるんだな。ごめんなさい、会ってしまった。ハイラル城が空に浮き、ゼルダは突然といなくなった。そなたは手がかりを探しここへ。察するぞ、そなたの気持ち。我らにとってゼルダは誠の友、協力は惜しまぬ。そのためにも我がゲルドの問題を早急に解決せねばな。そなたここまで来るのに難儀しただろう。帰り方が分かんないです。この砂漠はハイラル城の異変と時を同じくして出現した。瞬く間に我が町を砂漠ごと覆い尽くし、そしてその中から正体不明の魔物の群れが現れたのだ。我らはそれをギブドと呼んでいる。さっきの奴らのことやんな。動きは鈍いが物理攻撃が通じにくい奴らでな。他人を調べた折、我らは手ひどい目に遭わされた。やっぱり物理攻撃が通じにくかったよな。どうしたらいいんやろね。弓ぶっ飛ばすしかないかな。弓使ってみる次。そなたも先ほど見ていたな。今我らは、わらわはあのカカシに雷撃を当てる鍛錬をしておる。ギブドへの有効な攻撃になるのではないか、そう思ってな。しかしこれは最近発言したばかりの未熟な技。まだ思うように狙いが定まるのだ。わらわは一刻も早くこの力をものにしてギブドどもを一掃したい。そして砂塵の原因を究明し、そなたと共にゼルダ捜索に全力を尽くしたいのだ。リンク、この鍛錬、そなたの手を借りれるのか。あのカカシに向かって矢を射てくれ。わらわはそれを狙って雷撃を落としてみよう。いいよー。うい。おお、
おー、うまくいったぞ。よし、もう少し頼む。弓なかったらどうすんやろ。向こうのカカシたちを狙うぞ。まとめて一撃で倒せるか試してみよう。そのためには個々それぞれを直接狙うのではなく、3体のカカシの中心、ちょうど出っ張っているあの岩あたりを狙うのが良さそうだ。だからイカザチを落とす距離が遠いほど気を貯める時間が長くかかる。忘れないでくれ。よし。ここ。よし。つかめたぞ。この感覚だ。確かに、ちょっと時間かかるな。これならギブトとも一周できる。なんか、たくましくなったな。リンク、そのおかげだ。確か、ルージュは知ってるぞ。ブレス・オブ・ザ・ワイルドで見たぞ。え、ゲルドの街はどこにあんの、ちなみに。なんだ、他人の音ではなかったようだが。そなたは聞いたな。今のは伝令。ギブドの群れがカラカラバザールを強襲との方が入りました。すでにビューラ様はカラカラバザールに向かわれています。何、よし、相分かった。リンク、我らはカラカラバザールに向かう。わらわのイカズチにはそなたの導きが必要だ。妻らが今一度力を貸してほしい。カラカラバザールしておるな。ゲルドの町の北東にあるオアシスだ。こたびはギブドと共に目に物見せてくれよ。なんなんやろな、ギブドって。あ、ここで置いていかれるんですね。ここ置いていかれるんですね、僕。じゃあ、飛んで帰ろっか。ここやったよな。マヤタタの、ここら。いや、これね、レールに沿ってった方が良さそうやんな。レールに沿っていこうか、これから。でないと砂漠で見えなくなる。じゃ、ルートあんのかな？うわ、出た！いや、ちょっと一回弓試してみようぜ。物理攻撃には弱くって言ってたもんな。これ以上ギブドどもを近づけるな。いや、強いんよ。このね、ゼルダの伝説のね、このままでは強い。待たせたな、皆の者。ギブドどもを一気に殲滅するぞ。さあ、わらはに続け。あっつリンク、そなたの力当てにしているぞ。はい、族長を守りつつ魔物どもを殲滅する。はい、行きます。こっち。オッケー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 。もうちょい入ってから。オッケー。いや、欲しい、その力。次は族長を守りつつこっちか。ほい。いや、力強すぎ。待って、お前一人で十分やん。てかもう全部にラクラ落とせよ、カメラリー。弓が足りないな。弓が足りないな、これ。いや、弓が。入った。よし。あと、何発ある ?8 発くらいしかないよな。8発、あと7発?これ、殴るだけじゃあかん。あかんねや。やっぱ弓じゃないとあかんねや。まずい。弓がなくなる。どこや、あと。まだいるやな。あ、終わった。よかった。あれは、敵の巣か。あそこから湧いて出てるのか。なに？こいつら。このままではキリがない。あれは剥がし、元を絶たねば。よし。これ弓なくなったらマジどうすんやろな。オッケー。てか魔力無限か、お前。強すぎひん。その力ちょうだい。いや、多分これクリアしたらもらえるぞ。
よく持ちこたえてくれた。今回ギブドに雷が効くと確認できたのは大きな収穫であったな。はっ、あ、ゼルダ、ゼルダいた。なんか関係あるな。ゼルダ、竜巻がゲルドの町の方に発生し、ゼルダもそちらへ向かって消えた。ビューラ、町へ戻るぞ。リンク、我らは先に行く。置いてかないで。町で落ち合おう。あれ、これどうなん？男性の姿やけどさ、入れるんかな、どうなんやろこれ。地図消えるんや、マジかよ。ここまで来たら地図戻る？あ、戻る。いや、これわからんて。いや、これさすがにわからんくなるって。旅人の槍、どうやったらわかるんですかね。ちょっと待って、こんなん迷子なるってやめてよ。いや、もう迷子、もう迷子。いや、無理やって。ちょっとこのまますぐ行こうか。あ、待って、こいつらもしかして。あ、おいしい闇、感謝感謝。ここって落ちるよね、絶対落ちるやんな。いや、ジャンプしたらいける？あ、いけそう。いや、無理かも。あ、これ横着したせいで。どうしたらいいの、どうしたらいいの。俺、待って、俺にも雷の使い方教えて。ちょっとあるやないか、俺には。シュワッチ。待って、そんな出方させんといて、わからんくなる。あ、計らずも。何、ルピーとか言うなよ。騎士の槍、おい、ルピーの方が良かったって。もう一個上に行こう。なぜそんなところに宝箱が。そしてこっちはどっちですか。さっきこいつ痛くない？こっちやんな。じゃあ待ってよ、なんかあるって絶対方法が。もうやめてよ、こんな。まっすぐ行くだけって言うけどさ、どう考えてもまっすぐ行くだけじゃないじゃん。しかも暑いし。おい、厚さガード1個しかないで。しかも飛んどるし、意味わからん。もうマジかよこいつ。上に上がったらさ、ちょ、復活するとかない？復活、復活。よかった、ギリ厚さガードが。これでも入れんのかな、ゲルドの町。防衛禁制やからね、ここ。ゲルドの町。
どうですか。どうだこのデコ、いいだろ。私が考えたんだ。槍の頭に火炎の実をくっつけるなど誰が思いつくか。持ってるだけで闘志が燃え上がってくる気分だ。入れる。うわマジかよ。あいつらこんなことしたん。ひでえやつだぜ。許せねえよ俺なあリンク。俺たち許せねえよな、こんなことしてな。連結合体ジャキーン。え、下開いてる。もうここ開いてなかったくない。多分上におるはずやねん。おった。よ見ろリンク。カラカラバザールに出現したのと同じギブドの巣だ。ギブドの巣。報告によると先ほどの竜巻と同時に現れたらしい。しかも今回は3つ。我が町の門を囲んでいる。いよいよギブドどもが無理をなして襲ってくるだろう。あの状態、身を守っている巣は堅牢だ。だが目覚めてギブドを産むとき隙が生まれる。ギブドどもは必ず襲ってこよう。その時が我らにとっても好機だ。うん、また聞こえたな。おい、ゼルダ姫がボイチン使ってるとかじゃないよな。来い、わらわたちを呼んでいるのか。ルージさんはリンクもいかがされましたか。いや、なんでもない。大丈夫だ。リンク、今はこの町を守るため、眼前の敵に集中しよう。戦の準備を整えれば。戦の準備を整えましょう。ゲルドの町のルージュ、これやな。これに設定しとこっか。インパと地上絵を探してる。なんか地上絵あったな、この前。さっき。もう、見てないわ。どこにあったかも忘れてしまった。武器とか買いたい。さすがにないよな。武器とか。マジかよ。俺たちのゲルドの町がよ。ハーレム状態だったのに。前まで助走しないと入れへんかったからね、ここ。どうなってんの？バー、ユアラブ。なんもないよな。今がチャンスよ、リンク。やりたいこと、やるなら今がチャンス。タンスの中とか覗くなら今がチャンスよ。ここら辺とか絶対武器屋さんやったことない？うわ。何これ、降りたらどうなんの。好奇心。何が落ちてきてんの。瓶、メッセージボトルがあるぞ。これ怪しいな。なんや。見つけた。この手紙を読んでるあなたこそ運命のボーイ。私はあなたの運命のバーイ。この閉じ込められた世界から早く私を救い出して。あなたがすぐ私を見つけられるよう私は思いを届け続けるわ。大丈夫、私たちはきっと出会えるわ。だって運命なんだもん。キャリバン、キャリバンってなんか見た気がするな。これどうしたらいいの。ずーっと流れていくけどいいの。待って、また来た、また来た、また来た。全部読んだらうんぬんかんぬんとかないよな。俺、ゼルダ姫に、見つけた。この手紙読んでるあなたがその運命のボーイ。私はあなたの運命のバーイ。同じセリフ？あれ、同じ？おい、同じやんけ。なんやねん。あ、数打ち当たるやろ戦法やんけ、完全に。おい。何が運命やねん。数打ち当たるやんけ、こんなんな。ここから流れてきてるよな、でも。誰が流してんや。この先に行ったら、流してるやつおるぞ。違いなく。ここから流しとる。おい。おい。流してんじゃねえぞ。割れた。どういうことな。いや、自分でやっといて。やったの俺やけど。運命の場合は何者じゃ。ちょっと合わせい。お前か、運命の場合。
お前っぽい。お前か。ほ、本物のボーイなんですよね。ボーイは嘘をつく生き物だって恋愛教室で習ったんだけど。こら、カーラ、ボーイと話すんじゃないよ。ちょっと妹のマキュアを見習いな。目を合わせてないからセーフだもんね。まったく、ヘリクツこねて。そこのボーイ、ゲルド族にはね、成人前の場合がボーイと話すと災いがあるって言い伝えがあるんだ。ここへの立ち入りを許可されているからといって、あんま子供たちと関わらないでおくれよ。あ、そうなんだ。運命のボーイに思いを届けなければいけないっていうね。お前か。メッセージボトル流してたんは、うろうろされたら気が散ってボトルを投げられないじゃない。あっち行ってきなさいよ。お前かよ。運命のボーイを探さないとあかんな。無理か。木の枝だけちょうだい。ルピーが足りないと聞きましたか。女神様、それは熱い。頑張りの器増やそう。はい、頑張りの器からゲットだぜ。どうしよう、体力器、体力器って順番にやっていこっか。頑張りの器ちょっと増えました。え、大事よ、スタミナゲージは。おい、来なさい、この世界に安寧を。オーナーってばどこ行っちゃったんだろう。ん、あ、族長様のお客人の。ふんふん、これがボーイか。頭のサイズは、首回りは、耳の形は。とごめん、ボーイを見るのは初めてだったからつい。私はアクセサリー職人の松から。あんたの体は大体把握したよ。防衛用のアクセサリーを作る機会なんてめったにないから、張り切って作らせてもらうよ。オーナーがいればもっといろいろ作ってくれたかもしれないけど、装飾に使えそうなものを探しに行って出て行ったきり帰ってこないんだ。ルマリン砂丘のあたりを開拓するって張り切ってたけど、あの付近はモルドラジークの縄張りがあって危ないんだよね。大丈夫かな。クジラみたいなやつやね。それで私に何か用かな。買い取って、ちょっと買い取ってもらおっか。薬を作ることもできる。まあでもそんないらんだろう。え、ボスボコブリンも売っておく。あとはまあサファイアとかはもう売る以外できることがないから、ここら辺も売っとこうか。275ルピーあったらまあ十分でしょ。アクセサリーって何？ちょっと待って、アクセサリーって何？宝石にはそれぞれ力が宿っていて、身につけるとその覚悟が受けられるんだ。例えばルビーなら体幹の力、サファイアなら対処の力ってね。前までお客さんに素材の宝石を持ってきてもらって加工してたんだけど、ハイラルの北東にあるオルディン地方からいい宝石が入るようになってからさ、今は販売だけにしたんだ。まあその分ちょうど値段は色をつけさせてもらってるんだけどね。今は砂人の仕入れが厳しくて白は少ないけど、一級品なのには変わりないから安心してよ。にしてもボーイとこんなに話をする日が来るなんてちょっと新鮮かも。厚さが、でも1400ルピーすんで。全然足らへんな。あかへんな。あら、あなたが噂のボーイね。ハイリア人のボーイは考古学って興味あるかしら。こう見えて私考古学者でね。最近あったこの石碑を解読したの。ここに記された内容、聞きたい？聞きたいよね。そこまで言うなら聞かせてあげるわ。まずこっちの左側の石碑には、ゲルドを守れし七士英雄。その秘密事を6つの石碑にたくさんって書いてあるわ。それであっちの右側の遺跡には、ゲルドを守りし七世英雄、7つの力を結びしは真の英雄って書かれているの。 あなたはハイリア人のボーイだから知らないと思うけど、私たちゲルド族は遥か昔から英雄様を信仰してきたの。英雄様はゲルド族を守り導いてきた存在だと伝えられているのだけど、英雄様について書かれた文献はあまり見つかっていないわ。それに英雄様には謎が多くて、7体で祀られていることもあれば、1体だけポツリと祀られていることもあって、英雄1人だけども実は8人いたのだよと、学者によって様々な意見に分かれてきたわ。でもこの石碑には真の英雄様の存在が記されている。これだけでもすごい大発見だけど、6基全ての石碑を見つければもっと英雄様のことが分かるはず。それに石碑を探していた時に見つけたこの玉も何か関係あると思うのよね。それを発表すれば私は考古学のスターよ。でもまだこの2基以外見つかっていないのよね。地上にはこんな石碑なかったかしら。
絶対この地下のどっかにあるはずなんだけど。あー、次の文章だけでも絵でも何でもいいから見つけられないかな。監視砦にいる研究者が発見したっていう風景を絵にできる道具でもあればね。何？監視砦の風景ってめちゃくちゃ欲しくね？それ写真撮れるってことやんな。え、写真撮れるのは欲しいかも。マジか、こういうところで写真が撮れるうんぬんかんぬんが出てくるんやね。上行こう。これ楽な機能やな。それにしても写し絵やんな、言うたら写し絵が手に入るってことやろ。まさか後ろから来るとは思うまいて。準備できたぞ。戦の準備について何か聞きたいことはあるか。準備できることは？隊長の兵士詰所に隊長の地域がいる。兵の配備について相談に乗ってやってくれ。兵の配備とかできるかな。資材を中庭にいるパトルに一任した。うまく使えば守りを強化し敵の足止めできる。何か必要があれば彼女に声をかけてくれ。魔物の情報はまあいいか。ちょっと待って、さすがに準備しようぜ。まさか英雄様が盗むなんて、そんなこと。いやでもこいつらが使うよりも俺が使う方が有効活用できるっていうことでゲットし、これは剣バナナ。うわ、バナナが好きそうなやつが出てきそうやな。ゲルドの盾。だってゲルドの盾は欲しいやろ。ゲルドの両手剣。マジ？こんなに弓はもらっちゃっていいんですか？よかった、さっき買わんくて。ただでいっぱい手に入るじゃないか。これもいらん、これもいらん、これもいらん。こっちの方がいる。ゲルドのナイフ。武器ポーチがいっぱいか。しょうがないな、それは。これ大丈夫？これ大丈夫？ほんまに。さすがに不安になってきたで。ピンク？まあ、俺は別に、やめとけって言ったんですけどね。リンクに。でもリンクはいいって言ったから。まあいいかなって。ねえ。はい。戦いに役立ちそうな地図を集めました。ここにあるものは全て50。よかったー。バリケードを設置したい。この町には3つの門があります。宮殿から見て、正面に北門、左手に西門、右手に東門。どうか1つの門を木製のバリケードと鉄の樽で塞ぎます。どちらの門に設置しましょうか。北門へ。何設置するのかようわからへんな。北門にバリケードを設置しました。これで敵の侵入を防げるでしょ。もっと設置できない？マジか。武器とその強化に使える素材、わずかながら軍資金も揃えました。以前外回りの部屋が拾ってきた奇妙なカプセルも便利に使えるかと思って用意しています。それから万が一ですか、戦闘が始まってから弓や矢が不足した場合、私が補充しますのでお声掛けください。マジ？バドルが重要。でも見た目がお前ら全部似てるから大丈夫かな。それは優秀。さあ、兵の配置について考えよう。北門に設置したから南門と東門。はい、準備をしっかり行うことだ。我らもルーズ様の力に習い、電撃を放てる素材を武器に仕込みたかったが、あれはしびれリザルホスから得たもので大変貴重なんだ。周りに炎の素材を仕込んでみたが、これが果たして奴らに通じるかどうか。しびれリザルホスの角持ってるやんな。これか。これ一旦出すやんか。ほんで、ほんでやねー、これと、スクラップ&ビルドで、破壊と再生。お前に話しかけたらいいのか？町の外に魔物の巣が現れた今、戦になるのは必要。兵士たちの配置を共に考えてくれるか。分散させるか、逆に集中配備し、防御の薄くなった門は遊撃できるものが受け持つか。兵士の配置にどうするか。砲兵じゃない？砲兵、東門。いやでも北門じゃない、砲兵は。だからバリケードあるし。総兵隊、総兵隊東門。待機させるって結構もったいないよな。
あともう一回剣兵隊、これも西門でいいんじゃない。あ、まんべんなく散らしていこうや。あとはこんなもんでよいか。セーブ入りましたね。多分こっから戦闘が始まるんじゃないかなと。よし、行くか。ルージュ、戦いの支度ができた、整った。さあ始まりました。リンクよ、戦国の声、あれが何なのかは気になるが、行こうか。いや、雷の技教えてほしかったな、俺に。族長に報告、町の周辺より周囲よりギブド多数襲来。今まず奴らだ。ゼルダ姫がボイチン使ってんじゃないの。にぃ3、どうしたらいいんやろな。まず何のリューラ様、町を囲まれてしまったのでは。何の策っていうか、何を目的としてるのか分からない。ひるむな、俺だけ置いてかれてる話に。危機と好機は表裏一体、あの図ごと奴らを攻めすればいいことだ。行くぞ、ゲルドの力存分に見せてやれ。行くか。あ、そういうことね。町の外に魔物が現れたぞ。各門の守りを固めよ。あれ壊せんのかな。ってか北門の力も湧き出してきた。町に入れるでない。はい、はい、よし、ナイス。もうギブドを出すことはできぬ。こういうことやんな。やば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 、ちょ早く早く。うい、西門の力も敵だ。わらわの雷撃で敵が町中まで入り込んでいるぞ。門の守りは突破されたのか。早くあれを壊そう。あれを壊さへんことには。うっ、よし、この巣もこれで大丈夫だ。やばい、結構入ってくるの速度速いな。敵が町中心に西門の巣に羽根つきだ。わらわの雷撃で撃ち落とす。はい、でも結構速いぞこっち。待って、そんなに集中しなくても普通にいける気がする。あともう一個どこ？す、どっかもう一個あるよな。敵は際限なく湧き出してくる。すべての巣を破壊するのだ。す、どこや？もう一個の巣どこ？こっちか。ぶね。もう一個の巣はどこにある？こっちやんな。こっちまだ来てないよな。あった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 。すべての巣を破壊するのだ。うっ、目前の手押し。オッケー、すべて破壊した。あとは街中のギブドをすべて片付け。なんかめっちゃ入ってきてない？すごい入ってきてる。危な。え、強強強。味方があまりにも強すぎた。強いな。きつい。あとは一掃するだけで終わるやんな。お前か。うい、もういけたんちゃう？まだ？まだいる？こっちは入ってこうへんよな。いる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 。てかすげえダメージ受け取るこいつら。おい、いや弓使おうか。ここでさ、オッケー、終わった。意外とイージー。よっしゃ、リンク、共に戦ってくれたことを感謝する。ゲルドの代表して礼を言わせてくれ。町周辺の巣を破壊したゆえ、ギブドどももおとなしくなるだろう。奴らの巣を破壊した際、気づいたことだが、巣は砂となって崩れ落ちた。ギブドと砂は何か関係があるのかもしれん。この砂塵が奴らを呼び寄せたのか、あるいは奴らが砂塵の原因なのか。気にかかることはもう一つある。そなたと共に聞いたあの声だ。声、そして雷。これらの言葉に見覚えがある。リンク、そなたに見せたいものがあるのだ。
地下街の広間奥にある壁画まで来てくれぬか。地下街の昼間奥、どうやって下行くの。あ、さっきのところか。ここじゃ、いや前ここ開いてなかったよな。ぶっ壊されてるぜ絶対。かわいそう。丸太ももしかして合体できる。やばないそれ。これとさ、マジ、いやちっちゃちっちゃー。あのままの大きさがこのまま加わってくれれば完璧やったのにな、リンクな。木の枝いっぱいあるからね。行きますか、ほんなら。何かがある。これは？ギブドたちの戦いでは大活躍だったな。しかしお前はルージ様の大事な客にボーイ。怪我などさせたら我らが困る。ここは通してやるから。ゆっくり休んでいってくれ。あ、通れるんだ。あれ、ここさっき来たくない？さっき来たやん。何やねん。これか。見ました、見ました。初見って不利しような。リンク、ここ、大事よ。恥をかかせるな、ルージに。おリンク、来てくれたか。あ、初めて見ますね、これ。この壁の絵を見てくれ。さっき壁を伝ってたなんて言えへんな。これはな、我らゲルドの祖先が残したと思われる壁画なのだ。これが描かれた当時、この地下の町は、今と同じ避難場所として使われていたらしい。遥かな過去にもゲルドは大きな災いに見舞われてたのやもしれんな。玉座が死にし、広き海。赤き柱、これにて。光が三つ海回りしとき、イカズチの牛は現れ、道開かれん。声聞こえし者よ、我が元へ。と書かれている。そなたと共に耳にした我らを呼ぶ不思議な声。あれを聞いたとき、わらわはこの壁画を思い出した。それゆえ、ここへ見に来たのだ。この絵は何かの場所を示すもの。刻まれし文字はそこへ至るための謎かけ。わらわはそう思うのだ。赤き柱に光。玉座が背にし、広き海。赤き柱、これあり。光が見すみ回るとき、イカズチの石現れ、道開かれん。声聞こえし者よ、我が元へ。と書かれている。この写真の中では、糸族のように空からでも見ぬ限り、ゲルド砂漠の調査もままならぬ。玉座を背にしってさ。え、そんなところに出る。玉座を背にしって、つまりこうやんな。玉座が背にし、待って、上にある。これは攻略したいやろ。え、ここを ワープ地点として設定できたら激アツ演出入るぞ。どうやって行く？まあ、俺には通れループがあるから行けるでしょう。一回でも入ることができたらワープ地点として設定できるんちゃうかな。まあ、攻略しますけどね。上からさ、眺めることによって3本の柱がうんぬんかんぬん取ったんちゃうかな。そこら辺も見ていきましょう。その谷子の祠。まずはここから行こうぜ。時間はたっぷりある。よろしくお願いします。埋もれた光。うん。埋もれた光。これか。待てよ。これ出したからといって何かある？風で何とかしろってこと？こういうことか。めっちゃ簡単やけど、いいのかなこんなんで。埋もれた光。これ持った場合無限な。いいね。これ活用しろってことちゃう？小さな鍵。で、多分もう一個ほこらクリアしたら、四つになるはずやねんか。光が。祝福の光が。難しそう。クリティカルヒット。バカめ。
一体なんじゃお主。間から行けんじゃこれ。うバカよ、正面から戦うなんて。使わないとね。待って、これ通れルーフでいけるくない？ん？待てよ、これ通れルーフで行ったところで、ある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 けども、これなんやっけ？ほんまに分からへん。まあいいか、とりあえずこれ起動さして、こうやろ。もう一個もいけるけど、はい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 、理解できませんけど、理解できませんけど、この光になってろってことか。戻ろっか一回。IQ が必要やね。わかったかも。こういうことちゃう。よっしゃ、よっしゃ。これあれか、料理するやつじゃないな。光出すやつか。よかった、あ、オッケー。これで祝福の光あと1個やね。1個で体力が上がります。よーし、よし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 、あるやん、これちゃうの。3本の柱がうんぬんかんぬん言うとったよな。これ柱っぽくない？こうやね。やねんけど、一つ問題があります。向こうに行くことによって、砂漠があることにより、地図が見えなくなります。故に、迷子になる可能性が非常に高く、なんだが、どうすればよいのだろうか。果たして、光がうんぬんかんぬん言っとったよな。あれ？まだ大丈夫っぽい。朝やからかな。あ、つなが。これやんな。何か吹き飛ばせるものがあれば解決しそう。左から順番に試してっていい？まず火炎の実。無理か。はあ、なんだか。消え。全然イージーやった。これを全部同じようにやったらいいってことやんな、残りの2つも。上からいったら分かりやすいやろ。どっちやっけ？あっちか。いや、これはまずいな。この風に沿っていける？あ、いけそう。え、これで上がるやんか。上昇して、ほんでそのまま青の方に向かっていく。なんか、街から見た、この3本の柱はすごい、小さかったのに、距離近いなって思ったのに、意外と遠いな。耐えられないやつさ、マジか。上上がろ、上上がったら暑さに耐えられるやろ。キョ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 、いや耐えられない暑さっぽい。体力減ってきた。うわー、えぐ、これ
と待って、あと4分しかないな。4分以内に全ての塔のやつを終わらせなあかん。これ塔やっけ。これか、これやんな。たっ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 た。どうやって上にある。いや上にあるわけではない。待って、これわからんかも。あった、これや、絶対これ。ちょっと頑張ってリンク。なんか意味ある。これ上がってる。はい、上がってんの、下がってんの。ちょ早く。あ、でもよかった。こういうことやんな、天才。どこまで上がんのこれ。きたー。で、もう一個はどこなん。ちょっと待って、もうさすがに覚えてないで。どうしよう。びっくりした。さすがにちょっとあと1分しかない。いや、どっちにしろ無理やな。遅いなお前ら、ずっとそこでうろうろしとけ。耐えられない暑さから、でも上に抜けたら耐えられない暑さじゃなくなるやろ。耐えられないわ。これ行く？これでも行ったらあと楽になるよな。なんでこんなことになってんの？なんでこんなことになってんの？なんで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 ？もういやー、ちょっと待って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 。おかしい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 。もう帰る。帰る。帰らして。帰らして。帰らして。スタミナが。スタミナが。一回。リンク。リンク。聞きなさい、リンク。あなたが行くのはこっちではありません。してます？あの、イカズチとか雷系であられたら、このゲームオーバーの文字が広くなるんすよ。どこからスタートなん？どこから？やめよ。ちょっと。ここらチャレンジは後にしましょう。さすがに俺もビビったわ、今のは。もう一個のほこらを探しに行きます。1、2、え、3つ？いや、3つやってないよな。あっちはなんなん？3ついったのかな？よう分からへんな。1個だってまだやってなくない？電気の実。日の矢。こいつら楽やな。こう。刺さってる日の矢回収したらええわけやもんな。耐えられない暑さにあるところとないところの違いってなんなんやろな。どこや、あと行ってないの。わかった、これをどかす、ずらせばいいんや。どう、これずらせばよくない。ずれてないから、おい動かんかい。そんな単純な話じゃない。これ動いてないからってことやんな、言うたら。この光が左の方に向いたらええってことやろ。ん？ん？ん？分かったかも。違う、こうじゃない？
え、ん、待てよ。うっ、よっしゃ、これでいけるんちゃう。お願い行って、いけ、よっしゃー、もっしゃー、これでいいんちゃうんけ。ここマジミスれないよ。もうこれ以上のことは俺できへんぞ。つけるやろ。まあ1個でいいよな。こうやんね。回ってる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 。これをあっちのライトに照らせば三角形ができるんじゃないの。トワイライト、トライアイライトなんとかかんとかができました。いや、ここ来るまでにもう食料なくなってんけど、やばいかも。なんか出たし。なんか出たし。できればさ、一個攻略したいねんけど、どう思う？真ん中やんな。ちょうど真ん中に行ったら、いけるっぽいよな。まあ、後にするか。ちょっとできれば、祠攻略したかったけど、祠攻略に、行って、また迷子になる可能性があまりにも高すぎる、このゲーム。迷子にしかならん。夜の方が活動しやすいね。夜にしとけばよかったな。昼間はちょっと暑すぎるから。お、ゼルダ姫だ。リンク。あ、白デスナー使ってる。メタカリンク、ゼルダだ。ん？いない？なんで姿を見せては消えていくんやろ、ゼルダ姫。ゼルダ、どこへ？赤き柱の光が立ち上がる様を見て、急いで駆けつけてみれば、ゼルダらしき後ろ姿、二度目になると偶然とは思えぬが、今はどうにもならんな。リンク、そなたが壁画の謎を解き、これを出現させたのか。さすがだな。あの壁画によれば、確か、イカズチの石現れ、道開かれん。わらわの雷撃を試してみるか。あら、オッケー。オッケー。道は開かれた。何が出てくる。巨大迷宮が来た。おい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 、ゲルドっぽくねえか、中身ゲルドっぽくねえか。なんだこれは。ルージュの雷を操る力、ルージュが共に行動するようになった。オーラが出てる時に声をかけることで雷撃攻撃が可能になる。そういうことね。出てきてくれてる？きたー。これは頼もしいね。夜のうちに行こっか。ルージュ、早っ、足早っ。クラスで一番早いタイプやんけ。雷の神殿、古代壁画の示す場所。ここまで行こうぜ。
どの距離やったら雷いけるんやろ。結構な距離いけんのかな。あ、結構な距離いけるわ。どこまでもいけるな、あれ。なんか出てきましたけど、なんか出てきましたけど、何の装備も持ち合わせていないが、クイーンギブト。いや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 、数壊したぐらいでさ、お前怒んなや。いやー、関西やったらこれぐらい許されんのにな。しゃ、冗談通じひんな、おい、こら。こいつがキブドの親玉か。すごい、イカたち、来るな。どのタイミングで撃ったらいいんやろ。いて。そろそろ回復した方がいいの。はい、回復します。ではないか。射程圏内に入ったら、やっべ、どういうこと。射程圏内に入ったら多分撃ったらいいんやんね。もしかしたらギブドへの対策が効くかもしれんな。早く入って、範囲に、範囲に入ったら、入った、よっしゃー、オッケー。オッケー。じゃあ炎が効く。今なら攻撃が効くはずだ。なんで砂で前が、やつはどこだ。なんで、こっち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 、オッケー。今の当たってないの。もう一回、もう一回、もう一回。これじゃあかんのかな。いや、効いてる気がしない。やっぱりこれ使うしかない。キョッ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 。だいぶ時間かかりそうね。いや、近づかない方が良さそう。たまった、すごい飛ばされてある。あ、すごい飛ばされてある。集中して、遊んでる場合じゃないで。これダメージ効いてる？ほんまに。炎で燃やした方が早ない。これが避けられへん、マジで。おー、ガードしてくれた、もしかして。入ってこい、こっちに。前に入った、オッケー。ゴーレムの弓でやってるからあかんのかな。いやー、これ超時間かかりそう。ルージュ、ルージュ、ルージュ大丈夫か、お前。このね、竜巻はええよ。問題はもう一個の方やな。はい、入った、オッケー。待って、これ第2形態来るで。全然体力減ってないもん。いいぞ。逃げたか。逃げられたのなら仕方がない。奴はこの屋上に逃げたか。この遺跡の中から上に行くことができたら、あいつを追えるやもしれんな。リンク、侵入経路を探してみよう。あと半分やもんな。体力半分やったけど、どうなんやろな。壊しとく？ここら辺のもの。ああああああ、お怒りですわ。お怒りですわ、ルージュさん。ルージュ？ルージュ、お怒りです、あの人たち。いや、吸うから壊さへんと。ルージュ、ルージュ、物理攻撃は効かないって言ったのあなたよ。
これ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 、こっち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 、あれ壊れてない、あ、ようやく壊れた。オッケー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 。おい、でもう一個の方も壊したいから、よし、改めて。あ、またもうお前物理で殴るな。こっち来て、よし、ようやく次に進める。くたばりな。でルーズの力を借りる。だ、よっしゃー、マジか、マジか、こいつら倒さないと、だってもう先に進みづらいよね。オッケー、終わり。あー、当たってなかったんかな、さっきの攻撃。耐えられないやつや。あや、入ろ。よし、ようやく落ち着いて、ようやく落ち着いて行動できるぞ。瓶は割っていこな。木の枝が足りない。ホログの歯のうちは、あえてこっちを使う。よし、ってことは他のやつは宝物があるのではないでしょうか。ないんかい。行こうか。もう全部壊したな。コログの歯のうちは、でも歯のうちはに1個ポーチを裂くのもな、もったいないよな。どうせ木のうちはあるしな。あ、でも攻撃力一緒なんや。攻撃力一緒なんやったら、まあどっちでもええわな。ルージュ置いていくスタイル。楽す、楽するリンク。B1 来てるけど。だって B1 やん。上に上がるんやろ。リンク？どうやって？どうやって？松明がある。ってことは、松明を使えってことなんでしょう。うい。ルージュガン無視スタイルか、お前。気があるな。瓶とか破壊したいけど、松明持ってると瓶破壊でき、いやー、ちょっと、ちょっとちょっとちょっと、どう行くべきやと思う？これ下のルートは救済用のルートやと思うねんか。故にこっちじゃない？この炎では先に進めぬな。違うんですか？よし、ルージュの声がめちゃくちゃ好きやねんけど。よっしゃー、オッケー。これでルージュが来れるようになったってことか。いや、多分合ってるはず。下のは救済用のやつやと思うねんな。違ったらちょっとだるい。ならば戻そう。戻りな。早い早い早い。戻りな。これでこうやな。オッケー。どんどん先へ進もう。よし、すぐに追いつくぞリンク。ちっちま、倒す前にさ、倒す前にこいつらの武器拾ってからの方が良くない？構えるやんか。ほんで
ヒドエラゲットしてから倒そうぜ。多分これが一番効率よく、なおかつ楽にいける方法よな。松明あるわ。あ、お次はなんじゃろかい。なんでも出てこいや。パス、こら。構えろ。違う。これできる前なんかな。すげえ怪しいけど。孔明の間、孔明の間、こっちやろ。回復してからしよっか。でも回復がそろそろないぞよ。お前爆弾食え、爆弾。おぶね。はあ、何食らった今。イエーイ、イエス。こいつ超強かったな。何者？なんかある。これ光出すやつやぞ。どこや、ここか。あ、でも先にさ、やることやってからにしようや。まず扇風機出すやんか。扇風機出して、その扇風機をウルトラハンドでこれしてからちゃう？なんですけど、なんですけど、なんですけど、なんですけど。あれ、怒らない人いんのかな？俺、あれ、切れへん人、成人やと思うわ。怒れ。もしかして、3回殴ったらひるむからずっと殴れる説ない？うわ、はめれる。あ、でもはまらない。兵士のやりやったらいけるやろ。イエス、きた。こんな方法があるなんて思いもしなかっただろう。ほら、ちょうど痛みで壊れてナイス。痛みとのやり使おう。いやー、強化してから来るべきやったな。もっと強化したら楽に倒せたけど、仕方なし。今俺 Y ボタン連打してるだけです。お願い、ちょうどのタイミングで壊れた。ナイスー。ちょっとさ、言いたいことわかる？あれちょっと許せへんくない？セーブしたところから始まるよな。こいつ絶対倒す。キョ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 。あとは任せてくれ。あぶね。おっしゃ、さすがに許せへんで、あんなん。しかも何か怪しげなところも見つけていくんですわな。あ、もう最悪。まあいいや、宝物ゲットし。ゴーレムの豪遊、豪遊み。あ、でもこれで帰れるやんな。いやさ、さっきの火のところに何かあるんかな。上、びっくりした、びっくりした。お前か、敵だと思ったやんけ。こうやんね。よし、ナイス。これでオッケー。
木の枝も回収して、で木の枝がこんなにあるってことはまだ敵がたくさん出てくるということなんですけど、僕はもう体力も HP も何もかもがありません。いや、ポケモンセンターみたいにさ、最後の最後にな、戦う寸前にくれたのにな。雷の神殿1回ってなんなんこれ。昇天の間、これ全部から敵が出てくる気がする。怪しい、怖い。リンク、町の壁画がいざなおうとしていたのはこの神殿に違いあるまい。できればここのどっかにきっとあの声の主が。まあまずはここからじゃない、調べるとしたらな。ワープ地点に登録されたな。エネルギーが足りないとか、上に上がるだけのエネルギー足りないよな。なんだこの床、今少し動いたが元に戻ってしまった。エネルギー足りなそうじゃね。多分ここのギミックを解放しなければ。我が子孫よ。あ、あの人の声じゃん。その隠りはこの神殿の頂上へとつながっている。何時の力を使い、四つの蓄電池に雷の力を込めればからくりは目覚めるだろう。うわ、夏。我が導きに従うがよい。懐かしいな、こういうのやるの。四つの蓄電池に雷の力を込めろと言ってた。先ほど外で戦った魔物はこの神殿の上へと逃げ去った。そしてこの声は、カラクリが神殿の上へと繋がってると言っていた。ならば、導きに従えばきっと奴を追い詰められる。それに声の主の真意もわかるだろう。リンク、わらわを頂上まで連れて行ってほしい。まずはあの声に従い、四つの蓄電池やらを探そう。ウルボザ？なんかウルボザかなんかよな、多分。声的には。ってことはよ。多分やけど、また昔戦ってた子たちが一緒に出てくるのではないかなと思いますが、7階まであんのこれ、すごいな。7階まであるときたら、そして意味深に出てくる木の枝と。逆、後ろからドーン。いや、だって雷の地邪魔すんじゃねえてめえ。ウルボザ様、危ねえ、近づかないで。先にこっちが攻撃する。俺いるこれ。俺いる。素材を投げる。ポーチの素材を選んで投げることができる。投げるの、あー、投げてもしゃあないよな。なんか開いた、あれなんか開いた、ん、どういうこと。そちらの探索は任せたぞリンク。あ、5階に行けるようになった。待って、俺を一人にしないで。俺を一人にしないで、ちょっと待ってや。だってハンマーとか全然強化してないから全然何も考えずに上がってしまいました。うまくいったとは思えない。到底光が漏れとるで。最高の間ある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 。あるー、2個あるな。ダブルアタックにしてしまえば問題なくない。違う、縦にしたらいいんちゃう。ね、ダブルアタックにしたらよくないって。縦にしたら一発で解決するんちゃうこれ。多分こういうことやんな。いけてる。ただもう一個の方が
あんまり意味をなしてないので、多分こうした方がいいんじゃないでしょうか。ちょっとずれ取り漫画な。良いか。おい、どけ。ほんでやね。あれなんなん、なんで2個あんの。絶対意味あるよな。もう1個の方はどっかから持ってこなあかん気がする。まあでも、持ってこなあかんなーっていうタイミングが来るまで、しばらく放置しよっか。あららら、ら、お砂が邪魔ですわよ。よし、ちゃうわ。ほな扇風機出さんでもええんや。コログの歯があるやん今俺は。おお、もう一個ある。つながった。なんか出てきましたね。こうやっていけってこと？どの辺に出るんやろこれ。すごい位置に出そうな気がする。あーあーあーあああ、すごい嫌なところに出てしまったな。栄光の間。まだ俺には早い。果たしてこんな生き方なんだろうか。非常に。これトゥルルルルルンってなって何か意味あったん。うわ、誰の声今の。公園の間、公園来ました。おっしゃー、あれ、ここ来たけどどうすればいいの。雷をお願いします。あ、ここか。しゃ、来い来い来い。お前何剣の練習しとんねん。すごい。うやーしゃ、1個目。あと3つ。これが蓄電池。わらわの雷、うまく込められたようだな。何よりじゃ。残るは3つじゃ。他人光出したら、なんかスムーズやね。スムーズやね。でもこれ光のさ、場所がわからんくなる気がする。どん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 。あ、こういうことか。さっきこれ押したんか。雷の神殿3階。やだねー。よし、壊しといてから行こうか。武器はいっぱいあるもんな。あー、まずこれ破壊するやんか。ほんで気づかれへんうちに貯めてから行こう。貯めて貯めて貯めてから行こうぜ。 OK、 行こう。ほんでまず気づかせます、気づかせます。両方に気づかれてからドナウニウム持ちます。近づきます。で、近づいたところドーン。やっば、弓一発食らって。あれってずるいやろ。当たりない。回復が足りない。
それはまずい。しゃ、回復が足りないな。さあどうしたものか。もう一匹どこ行った。回復が足りないな。行け。さあこいつらを倒したところで攻めていきますか。めんどくさいギミック全部スルーできる最強アイテムない？よっしゃ、ここか。ここにライトを照らせってことか。下に置くやんか。球乗せます。ほんでどっちや、ライトがある方はこっち側やから、ここにこうつけるやんか。どこでもいいねんけど、つけてちょっとずれてる。つけてほんで、松明で、こうや。いってらっしゃい。ん？松明でこうはできないか？こうか！一緒に行けばいいんや。そうよね。気球って火よね。おい。ずれ取り漫画な。超ズレ取り漫画な。来た。しゃあ。これで二つ目。おい。あ、やば。アラセールさん、危ない。さあ、やろうか。二つ目、終わり。残るは二つだな。クソほど怪しない。これ。どけ。どきなはれ。何回やったっけ？だから一回にあるもんな。一個。あるやん目の前に。え、一番簡単なところ3つに残してた俺。どうにて見つからんはずや。しゃ、よし、残る蓄電池は1個。だがしかしやな、あと1個がようわからへんねんな。あと1個どこにある。あっ、ちょっと待ってな。このバカ倒してから行くから。武器はいっぱいあるからね。あれ、俺コログの葉っぱどこやったやろな。コログの葉っぱ使った？ここ行けそう。ラストの場所見つけたなり。ちょっとでも不安やな。体力があまりにもなさすぎるもんな。ガリが差し取りますがな。なんやろ、違うのか。多分
あれやんね、光をここの穴に通したらええってことやんな。あ、戻りたまえ。違う、起きた。うえ、それは簡単よ。あれ、これでどうしたんや。あー、光があっちか。うえー、場所把握しといてな。これマジで迷子なる。ずっと迷子なってんね今。これでいけるな。ラストダンジョン。これでは、ま、前に進めない。安心しな、こういうことやろ。あ、さっきどかした岩ってこと？これちょっと違う。怪しい。ここは通れるようになった。次はこうか。怖っ、怖すぎだろ。爆弾とか使うのもったいないよな。キュッ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 。車高の場、やばー。あ、また？もうお前の光だけが頼りや。オッケー。さあ、ここまで来たからにはもう頑張って終わらせるしかないで。まあ、まず出していきましょうや。光が遮光されてるから、この遮光された光を出せへんとあかんよな。下になんかありますが、釘が刺さってる。怪しすぎやろあれ。あれですやん。ここですやん。しゃ、多分合ってる。上まで光が来たらもういいってこと？これでいいの？こういう釘とか何の意味があったんやろ。なんか意味ありそうやけどな。まあ、でも光来たからいっか。光が来た。ほんでこれをこうやんな。ほんでこれはどこに繋がってる？この光をどこに当てんのかやな。あれか、あれに当てんのか。来た。あー、終わった。ようやく1個目の。え、てるるるるるんしたら、あ、上が開くんか。さっきからこの子の声がエッチいねんな。テンション上がるわ。ようやく、ようやくここまで来たで。よし、チク、これで中央のカラクリが目覚めるはず。行こう、リンク。うい、行こうぜ。財力もないけどな。
体力もないし回復アイテムもないし、これで戦えというのか。ないよな。満身創痍、頑張り役だけあるわ。よし、スーダの蓄電池を、起動できたようだ。リンク、この装置を調べてみよう。ウルボザ出てくるんじゃない？これ。む、リンク、カラクリが動くようだぞ。行こうか。7階へ。7階行ったよな。いっぱい出てくると見た。何か光ってますって。さっきのやつが強化されて出てくるんじゃない？うん。まあやることはここら辺の破壊からじゃない？先に。なんだと。しゃあ。さあ、二度目の対決といこうぜ。クイーンギブド。いざ戦闘の時。リンク。おう。行こうぜ。マジで体力ないな。ここなら奴に逃げ場はない。追い込むぞ。マジで体力ない。何食らっても死ぬ。だがそれがいい。その緊張感がいい。注意しろ、迂闊に近づくな。その緊張感が良い。これ竜巻のダメージ食らってる。竜巻によって、あれかな、ガードされてる。早く入って、範囲に。範囲入れ、来た。よし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 。さっきからずーっと飛ばされてはんねん、あの人。あの人、何をしとるか、お前。はい、来て。キョ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 。ずっと竜巻撃っといて、それ。てか体力回復すんなや。攻めるぞって言ったな、お前。あ、壊れました。武器もない、ほんまに。オッケーオッケー。よし、下がれ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 下がるんや、下がるんやって、下がるんやって。あれ、どうすればいいんや。あんじゅうごいごいごい。回復しましょう。回復がいる。一回回復しに行こう。こんなバカ戦ってられません。はいはい。ちょ、よかった今。返してくれんかと思った。来た。全部買う。まず全部買うやろ。この焼きバスも全部買う。尻尾。尻尾はいらん。これは何？ビリビリハーブ。いや、ひんやりメモ、メロンがいる。いや、ひんやりメロンまではいらんか。火のお玉。ほんで、いや、かといって回復アイテムっていうか、そもそもがないねんな。参考、参考。こんなもんかな、でも。厚さが、うわ、450ルピー。
ワンチャン撃ってなんとかならへん？買い取ってでなんとかなる気がする。ギブドの骨全部売る。いけるいけるいける、あるぞ。チッポも売るやろ。リザルホスの角も全部売る。しゃ、これでいいんじゃない？ラストマンションいただく。買います。実はお買い上げいただいた鉢金はね、ネッサシリーズの一部で他の方宛てとズボンがあるんですよ。でも買える場所がちょっと特別で、ゲールドの街にある秘密クラブでしか買えないんですよ。でその場所っていうのはファッションパッションっていう店の裏側で、あ、よく考えたらボーイはゲルドの街には入れないんですね。おい教えろ。それが前作結構俺は苦戦したやつやんけ。いいね、暑さ対策と寒さ対策を両方兼ね備えた最強装備、これでいきます。ちょっと待ってろ、今行くからな。戦いの時攻め上げろ。行こうか。ただいま。待っていたぞ。最後。おい、ずっと待ってくれてたん？おい、感謝しろ、このクイーンギブドに。いいやつじゃんけ、もしかして。いわゆる変身シーンみたいなもんよね。動き。はい。待ってください。回復したいですけど。マジかよ。じゃあ集中しろ、突進してくるで。分かってる。撃ち落としたるわ。オッケー、まだあかんな、まだ攻める時ではないな。飛ばされすぎ。それこっちのセリフや。こっちのセリフですわ。集中してお願い。オッケー行こう。マジで武器ないな。お玉で最後とどめ刺すしかないんじゃこれ。最後どっちの方が効くやろ。危な、これラッシュ使えるんかな。どうなんやろ、ラッシュが使えるんやったら。いや、ここで攻める。オッケー、突進してこんだけ。突進が一番強い。あ、わった。弱ってるね。いや、これスクラビルドしてくればよかったな。スクラビルドしてくるべきやったね。突進してくる。危ねえ。これ多分ね、後半から2段構えで来る気がする、予想では。それまでにどれだけこいつを削れるかやな。しゃ、まず半分削ったぞ。もうお前逃げ場ないからな。そんな気したわ。これの避け方がわからんな。そろそろ、はい、回復します。回復した方がいいのではないか。そろそろ、うるっす、うぜえこいつら。さすがに、さすがにだるいな。壊せないの？さすがにこれ壊せないよね。どうしたらいいな、どうしたらいいんや俺。壊せる？マジかよ。
回復がもうない。赤赤、あー、まず一瞬で壊そう。一瞬で、一瞬で壊す、いいな、一瞬で壊すで。で、その黒いやつがあまりにも強すぎる。ここで使う、ここで全部割らす。もう一個あっちの方行こう。いや、痛すぎこいつの技。間違えた、もう最悪。爆弾オッケーオッケーオッケー。ここ、ここよ、集中するべきは。待って、お前生きてたんか。どこや、光、光に全部使わせよう。オッケー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 、いいよいいよ。いけるぞいけるぞ。マジか、これ避けられへん。避けられる。まさかこんなコンビネーションアタックができるなんてな。うい、攻めろ、攻め立てよ。どっから湧いてんのあいつら、全部壊したのにな。 OK、 下がって、下がれ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 。突進してくるぞ。危ねえ。ルージルージ、オッケー、あと2発。どっから湧いてんのこいつら。しかも竜巻の量多いな。間に入ろう。え、弱ってるね、弱ってまんがね。マジでやめて、ほんまに。ここ、こいつだけは絶対に構えろ。この突っ込んでくるやつがまあだるい。ゲー、あと2発、あと2発ですよ。竜巻の量多すぎやろ。こっち来て。吹き飛ばされんのかな、かわいそうやな。まあでもいける、範囲に入ってる入ってる。いやー、これどうなん、竜巻にやっぱガードされてるくない、そんな気するよな。竜巻にガードされてるな。間に入って、おっしゃー、おっしゃー、うぅ。そうか、ボス倒してもハートもらえるんやったな、そういえば。ああ、ハートの器。
子孫よ、我が血を継ぐ者ルージュ。やっぱウルボザじゃね。その声は我らにずっと話しかけてきていた。ウルボザやな。我は何時の遥か遠い。違う。初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして、イカズチを司る賢者なり。力強きイカズチを放つ何時の戦いぶりは見事。さすがは我が子孫、ゲルドの誇りよ。あれは砂人の元凶であり、両安寺魔王によって差し向けられた魔物。その目的は、先ほど触れた石、奇跡が何時の手に渡るのを防ぐことだった。魔王、奇跡。そう、その二つが何時に大きく関係してくるのだ。故に心して聞いてほしい。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の宿命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が何年前の話してんの。100年以上前の話。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする悪が現れた。それこそが魔王、我らゲルドの長であった男が力への猛襲の末魔物と化した姿だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術としてあるものを我らに渡した。それが秘跡、持つ者の力を倍化させる秘宝だ。我もその一人、イカズチの賢者として奇跡を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が雷撃にも動じぬ頑強さ、揺るがぬ覇気。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが下の地下にあった。それが封印戦争。ガノンやったんか。我々は生き残り、そのしばらくの後、ある人物が我が元を訪れ、ゲルド族の宿命を決定づけた。6人の賢者が1人、時の賢者、さっきからゼルダの格好が、ゼルダの格好がエッチすぎて、いずれ解け、話に入ってこれ。その時彼に、剣士リンクには対抗する力がなくてはなりません。どうか彼に力を貸してください。イカズチを司るゲルド族の力を。これさっき言いに来たってこと。いや前のあれか。なすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの大願。魔王を生んだ一族の責、その償いも込め応えよう。我がゲルド一族は魔王復活の時、再び雷槌の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。熱っ。これがゼルダ姫の胸元に視線がいってる間に、事態はとんでもなく。封印戦争の顛末と我が一族の宿命だ。何時らの活躍でゲルドの町は救われた。まだ復活はしないんか。しかし魔王復活は近い。我が子孫ルージュ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。ありがとう。力がリンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。
族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。めっちゃワクワクしてる。俺もワクワクする。面白い。ういえ、いいね。この世界を好きにはさせぬ。この秘跡、わらわが受け継ごうぞ。賢者ルージュの名においてそなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。5つ指があるってことはさ、5個技がある？もしかして。ありがたく使わせていただく。何？告白みたいな。もうやっとそなたに恩を返せそうだな。では町に戻るとするか。全員女キャラやったらいいのにな。あとの3人も誰だって選び放題やのにな、リンクな。英雄、色を好むと言うしな。あ、ようやく晴れた？よかった、先に行かんくて、祠とかに。こっから祠行ったらええもんな。ちょっと祠攻略もやっていこっか、晴れたところで。観光名所になりそうやな。リンクよ、共にゲルドを作ってくれたこと感謝する。砂人消失とともにギブドが人里を襲うこともなくなったと報告を受けた。復興にはお時間がかかるだろうが、おかげでまた地上で暮らせそうだ。ゲルド一族、一同礼を言わせてくれ。町はこれで一安心だが、すまない。ゼルダ姫らしき人物の消息は未だつかめていないのだ。ビューラ、実はゼルダに関して気になる出来事があった。わらわが奇跡を手にしてみた時の光景、そこで先祖が時の賢者と呼ばれていた者の姿が、ゼルダとウリ二つだったのだ。呼んでいた時の姿、あれはもしやゼルダ本人ということではないのだろうか。いや、わらわの先祖にいたのは遥か遠い過去のはずだ。そんな時代にゼルダがいるわけではないか。タイムリープしてる敵のリンク、砂人やギブドの脅威はなくなったとはいえ、わらわは町が落ち着くまでは今しばらくここは離れられぬ。だがゼルダに関しては責任を持って探す上、ここは我らに任せてほしい。そなたとは賢者の力で共にある。全力を尽くすと約束しよう。うえ、大会の時を楽しみにしているぞ。どうやって使うんやろ。ゲルドの町のルージュコンプリート。
どうやって使うの？わからん。次回に回します。